たいと思います。やばいね、もうね、めっちゃ伸びてます。でね、切るんですけども、リミちゃんね、ちょっと前髪ね、まあ、長いのはいい、あれなんですけど、多いんだよね、量はね、やっぱね。なのでちょっとそろそろね、リミちゃんも前髪を減らそうかなという、しーちゃん少ないことなので、で、お姉さまがね、減らすの、前髪を薄くするの上手なので、お姉さまにやっていただこうかと思います。はい、どれぐらい、どれぐらい、まず一本に結んで、一本に髪結んで、こっちでレリーさん、お姉さんが映った。何やってんの、リミは。おーちゃん、え、リミ、ここん、ここつむじ、うん、ここなんだ。え、すごいずれてない？そう？そう。どれぐらい減らす？まあ、減らしたいあれを取るってことね。どう、これぐらい、どう、ちょっと、リミ、それとも、しーちゃんぐらいまではいかないけど、もうちょっと薄く、うん、どうする、しーちゃんよりは濃いやつ、しーちゃんよりは濃いのね。お、今ね、ブロッキングしてくれましたね。どう、これぐらいの量、だって少しなくした、どう、もうちょっと多くてもいい、もうちょっと多くてもいいですか、わかりました。もっと多くていいの、もうちょっと多くていいそうです、お姉さん、もうちょっと多くていいの、リミさん、貸して、うん、もっと多くていいの、うん、え、どの辺、こっちは結構もう、どうする、ちょっとこっち見て、こっちはもう少し薄っこくしてあげる、ごめんね、濃くしてあげるよ、もう少しだけ、濃くなったかな、ちょっと濃くなったよね、こっちも、うん、どうする、もうちょっと、このぐらい、このぐらい、このぐらいでいい感じ、いって、じゃあこのぐらいの分量、ほっぺ痩せなくちゃ、ほっぺ痩せなくちゃ、あんなチョコレート毎日ずっと食べたら痩せないよ、痩せないよ、こっち見て、このぐらいでいいかな、ママ、うん、どうする、リミ、これぐらいでいい、うん、いって、じゃあこの量でいきますか、いきますか、はい、うん、薄くするっていうことは結構大変だけど大丈夫、リミ、なんで、横髪とかさ、横の触覚がすごい短いんだよ、うん、私もだいぶ今ね、ほら一番短いのでこれなの、でもいつもリミちゃんも横出てるからね、少しね、か、じゃあこれで、じゃあこれでいきますか、はい、じゃあこの分だけ前髪をね、切りたいと思います、はい、リミがさ、ちょっといい、もう一回いい、これでいいかな、うん、いいかな、どう、いいんじゃない、いっか、でしょ、じゃあちょっとね、この分量の分だけちょっとハサミで切りたいと思います。ちょっと切るのはね、しょうちゃん怖いと思うので、ママが切りたいと思います。人の髪切ったことないんだよ、うん、じゃあ切るね、結構短くなったね、でも眉毛より下は下だよ、ほら、あ、いいんじゃない、どう、いいよね、どう、リミ、これぐらいでいいんじゃない、うん、うん、はい、じゃあ前髪ね、切りました、いい、みーちゃんと、この長さで、あ、ごめんなさい、オッケー、
こんな感じでリミ、こっち向いてください。はい、めっちゃ短くなったね。うん、でもギリギリ眉のご希望通り眉のとこですね。いい、取って、うん、で、取ってそう、ここを、まあそこが、邪魔だったらピンで留めるみたいな感じにするのかな、今後は。そうなんです。お、見たいです。見たいですか、鏡を見てね。どうですか、なんか出ちゃうよね、最初は。最初は出ちゃうよね。ここをこうやってピンで留めるの、うん、長くなってきたら髪にこうかけたり、うん、ピンで留めたりして、うん、滑り終わったら結んじゃう。こんな感じどう、ね、いいよ、いい感じ。うん、こんな、こっち向いて、ミミカメラ見て。そう、こんな感じで、鬱陶しかったらね、ピンでね、こう留める感じにして、だん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 こう伸ばしていき、後ろ髪にこう紛れるようになっていくっていう、まあその辺ちょっとね、辛抱しないといけないよね、伸びるまでがね。うん、まあそれはしょうがないですね。でもまあ目にはかからなそうだし、いいんじゃないですか、リミちゃん。うん、リミちゃんはストレートだからね、髪の毛がね。いいね。だから別にこうアイロンとかしなくてもある程度まっすぐだから。いいね。うん。いいんじゃないでしょうかね、これで。最近してストレートじゃなくなってきた。本当、最近ストレートじゃなく絡まるようになっちゃった。それはブラッシングしてないからじゃない。そうだよ。その話してる子だわね、さんも前髪を切って、俺も。ジョーちゃんもだいぶ長くなったからね。だよね。ジョーはもう自分でね、いつも切ってんだよ、髪を。だいぶ長いよね、しおちゃんはね。眉のだいぶ下だもんね。だいぶ切れたんじゃない？長っ、短くなった。長くないの。こっち向いて、長すぎじゃん。どう、長い、切ったのそれ、切ってない。長いよ、長くない の、 ないの、うん、どう、もっと切った方がいいの。もうちょっと切ったら、ほんのちょっとしか切ってないでしょ。切ってんの？切ってるよ、ちゃんと。切って。うわー、短くなっちゃった。全然短くない。こっち向いて、カメラ見て。ほら、全然短くなってないよ。いや、めっちゃ短くなったよ。ほんと？うん。はい、じゃあリミさんね、こっち向いてください。じゃあリミさんもこんな感じでね、リミいいんじゃない、眉毛。あ、薄くした方がいい、良さそうだね、リミもね。だいぶ重かったからね、うん、去年の話だったよということで、リミもちょっとこれからね、前髪は薄くしていく予定です。まあ最初ね、最初の始まりを、みんな多分どうやって前髪って薄くするのって思ってる人いるかもしれないので、まあ、これから徐々にね、リミちゃんの前髪で試していきたいと思います。まあまず第1段階としてはこんな感じですね、お姉さま。そうなんですね。はい。こっからが大変ですよ。こっからが大変だって、リミちゃん。まあ、また伸びたらまたブロッキングして、薄い前髪で切るって感じでしょ？うん。ほら、私すごくない？この髪。それ伸ばしたら前髪だね。そうなんですよ。ここです、ここです。それさらに短くした前髪、あ、薄くした前髪、そんなわけでもないか。すごくない？しょうちゃんはね、前髪いつから薄くしたっけ？これ全部の前髪。あ、ちょっとこれはそんなにあったの、前髪。そうだよ、すごいね。この髪、りみちゃんもじゃあいずれこんな感じに
なっていくんだと思われます。それくない？これ全部前髪だったんだよ。うん、全部こうだったの。そうだよね。こう考えるとすごいよね。ね。はい、じゃあ終わりにしましょう。それはバイバイ。まあ私前髪多かったな、こう見ると。やっぱり。ほら、すごくない？ほら。ん？すごくない？ほら。全部前髪だよ。うん、多かった。すごい。